は56年かな。冬場はミッションのオイルが出ないと。ここが錆びるんでくっついとったら、それでここ今のは隙間んでできてますけど、 RL はこれより薄いのが10枚くらいあるんです。これで乗り心地が良くなる。これがこう揺れますからね。それがよく折れるんで、それで必ず点検にこうこの亀裂とかを見ないといけない。後ろ前でね、これが透明地下メイン、ロービームハイビーム切り替えます。これ1個。106号は内側と外側とつきます。4灯でした。小さいでしょ。これが 4個ついてます。後ろこう差し込みます。これがね、ロービームなんですよ。3つあるのが、うん、ハイビームになったらこれがないです。この2箇所、うん、タイヤの中にあの後ろでしたらチューブ、これフラップ、これが入ってるタイヤの中に。だから今の車両はもうタイヤだけです。中のこれホイール組んでる。これが車輪ですからね。これ大型ですから、このタイヤ、フリールとこれ。これが。ね、これがこれです。冬場はミッションのオイルが粘いときは硬いんですよ。これが。オイルがもう硬いいうか粘ってますから。それでエンジンがぬくもって回転、ギアが回転しよったらだんだんこれも軽くなる。エア今抜いてますから、帰ってきた時にエアが入っとったら、この空いとる状態で、メインスイッチ切ったらドアがパターンと閉まるんですよ。だから危ないんですよ。だから、これ今外からは閉めとるけど、これでエア入れとってメインスイッチを切ったら、メインスイッチこれですけどね、メインスイッチ切ったらドアが一人で閉まるんです。今エア抜いとるからドア動きませんけど、もうこれもキーではエンジン止まりませんよ。あの、走行の部分。これが電源入れて、これからここキー差し込むんで、これでエンジンかかります。これが燃料カットでエンジン止める。で、最後にメインスイッチを。
これら全部座席はここに何用に来るときは座席を外して、それからこれ確かに違いますね。ここ木目でしょ、これ伊予鉄で使いよるうちはこのずっと木目やったんです。この滑り止めを貼らんと登録できません。今後も YouTube でも皆さんにいろんな情報をお届けしますので、チャンネル登録お願いします。